者、雪平相馬の品です。なんだあれ、パスタ、ビーフンか。分かったわ、雪平くんのそば。確かに見た目そば感は全くないわね。そこかよアリサッチ。でも本当に鉄鍋で豪快に焼いたりして、そばの風味は台無しになってないのだろうか。相馬くんのそば、紀ノ国先輩を上回れるのか。ほう、では実食です。審査員の皆さん、よろしくお願いいたします。はい。さあいかがでしょう。大型風味も何も失われてるに決まっ。え、生きてる。そばの香り、風味はしっかりと生きているぞ。なんですって。鉄鍋で軽く焦げた部分はパリパリに、そばの食感にコントラストが。鴨肉のクリアな脂がそばにしっかりとしたコクを与えながら、そば自体の風味がはっきりと伝わってきます。どうしてそんなことが。まさか三番粉。三番粉？そば粉には引いた身の部分の違いによって一番粉、二番粉、三番粉といった種類があるのよ。一番粉はそばの身を引いた時最初に粉になる胚乳部分だよね。喉越しがよく滑らかで品のある風味のそばになるんだよ。二番粉はさらに引き続けて胚乳の周りの胚芽部も粉にしたものだな。香りと食感のバランスが取れたそばになるわけか。そして身の外側に近い部分も引き込んだ粉が三番粉。喉越しの質は落ちるが風味は非常に強くなるな。へえ。ミス紀ノ国が使用したのは一番粉。ふわりとした甘さ、弾力歯切れもよく上質な喉越し。ミスター雪平が選んだ三番粉は滑らかさに欠け舌触りも荒いけれど、そば自体の風味は最も強く出る。だから鉄鍋で焼いても風味が失われなかったのです。へえ、なるほど。雪平いい判断だぜ。やるな雪平。三番粉を使うならヤブ系そばや田舎そばのような選択肢が浮かぶのは普通でしょう。なのになぜそばを焼くなんて発想が。だから言ったじゃないっすか、カップ焼きそばだって。カップ焼きそば、いわゆる即席カップ麺の一種ですよね。そうっす。これもお好みでどうぞ。薬味？シーズニングスパイス、いわゆる後乗せ火薬っす。俺ガキの頃からカップ麺とかすげえなって思ってたんすよ。カップ一つで完成してるのにめちゃくちゃバリエーションがありますもんね。だから料理に活かせないか考えたり、逆にカップ焼きそばを最強にうまくアレンジする方法を探したりしてたわけっす。親父、湯切りした麺を焼いてみた。それはもう普通の焼きそばじゃないのか。しっかり風味の乗った三番粉のそばに返しを濃いめのカツオだしで割った特製の濃厚つゆ、そして鴨肉や長ネギなどの具材、それらを鉄鍋というカップの中でざっとかき混ぜれば完成っす。名付けて雪平流焦がしそば。確かに日本で生まれた即席カップ麺は日進月歩で進化してきた。これも一つの歴史、伝統といってしかるべきものだ。さすが相馬くんだね、僕たちの想像を軽々と飛び越えてくれる。おお、このスパイスは山椒がメインだな。いい味だ。こっちはジンジャー、生姜だよ。混ぜるとさらにビーミーだ。熱々でとっても美味しいです。仲間と味わえる楽しさや美味しさ、まるで青春時代に戻ったかのように、そばの持つ熱気に全身を包まれ、友と語らん。そう、それはまるでかけがえのない仲間たちと歩く夏祭りの夜にも似た、美しくて少し切ない。君のそばの香り。